よっしゃ、再開します。例によってまだ体調はフルでは完全体ではありませんので、ちょっと咳込みタイム作っていきます。ウェルカム、ここは大魔王ビネガーのお久しぶりです。おぴょう人生で一回も言ったことない。おぴょう、またお前たちか。さらばだ。あ、またダンジョンかな、この感じ。行くかい。あー、結構行かせる感じかい、これ。うわ、またや。暗い。ここかな。え？しつこいやつらめ。こうなったら、マヨネー、あ、マヨネーも来んの？来た。おー、久しぶり。はい、あたいを呼んだ。あら、これは皆さんお久しぶりね。しつこい子はお姉さん嫌いなのよね。さあ、大魔王ビネガー様は下がってて、聞き分けのないこの子たちの始末はこのあたいに任せてよね。このホモ野郎。よし、戦いか。いきなりボス戦。スーパーマヨネー、すごいやん。カロリーハーフかな。弱っ。これはカロリーハーフやな、間違いない。色仕掛けいきましょう。ここら辺からはボスからも確実に盗み取っていきたい。カモン。よし、気持ちだけだった。はい、ダメ。気持ちだけの場合はもうないと考えていいのかな。何もないと考えて、あとはまあいいや。あとは単体系でラスボスもね、このメンバー、ラスボスまで全部このメンバーでもういこうと思うんで、このメンバーをフル強化していきたいです。強い。よし、うわ、楽勝や。悔しい。覚えてらっしゃい。あ、まだ戦うんかな。もしかして最後全員と同時とかそういう感じかな。お、Nice to meet you. いでよ我がしもべたち。わしが魔王城から持ち出した宝物を取り返そうとするこやつらをボッコボコにするのだ。ということは宝物があるってことやね、ここに。よっしゃ、待ってきた。レッツラゴー。いや、こいつらは弱いでしょ。お、寝たか。ビネガーピンチ。さらばだ。ちょっとあんまり、ちょっとこっちが滑らされる形になるから気をつけてほしいんですけどね。あんまりちょっと、また暗いな。ソイソーが来るかな。スーパーソイソーが来るかな。こうなったらソイソー、ほらね。さあ来た。お呼びになられましたか、パイクーハン様。ソイソーを任せたぞ。君たちの遅れを取ったが、二度目はない。ソイソーと、お、いや、そんな強くない。あかんな、これ楽勝やな。ちょっと差がつきすぎてしまったか。これちょっと差がつきすぎてしまいましたね。楽勝すぎるな。ペーストいらんなもんこれ。おら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 。ありがとうございます。く、ぬかった。はい、楽勝でした。お、来たね来たね。
宝箱か、あれは。カマンベイベー。いや、ひょうひょうか引っかかったな。あ、だだだ、おい、出す。あ、え、え、どういうこと。ハイエーテル食らったってことか。ダメージ食らったってこと。おう、いつになってる。行きましょう。ほらほら、やっぱりや。ふふ、三度目掃除機、今度はそう簡単にやられんぞ。ビネガーパンツ、マヨネーブラ、ソイソー糖2、我らが身につけし、この必殺アイテムで貴様たちを、ああそういうことか、貴様たちをメタメタにギッタンギッタンしてくれるわ。これがガチの勝負ね。果実がどうのこうの言ってたけど、まずはソイソー行っちゃいましょうか。一匹ずつやった方がいいかなと思うんやけど、どうかな。あれ行くか、はやぶさ切り行くか。うわー、こんなことやってきようもんな。行かねえよ。はい、さ、聞いてる聞いてる。うわー、行動早いっすね。かなり早い。はやぶさ切りで水平に打ち込もう。ここを打ち込んで、ケアで、おらー、また悪インパルス、モンスター3体技、おー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 おお、弱っ。あれかな、ルビーアーマーがめっちゃ効いてるんかもしれへん。これ炎の技をもう超無効化できてますね。あれ強いんやな、やっぱ。あ、ちょっと待って、盗まな盗まな盗む忘れてた。色仕掛け、よし、盗むだけ盗んどかないとね。やばいぞやばいぞやばいぞ、暴れとる暴れとる、全員盗むだけ盗んどこ。ソイソー糖2手に入れた。はい、 OK。 盗んだらもう用はない。ほら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 、あいや、また。あとは、マヨネーブラね。べったべたや、マヨネーブラ。べったべたやけどもしょうがない。よし、え、あー、しまった、しまった、逃げられた。まあいいか。はい、ビネガーパンツゲット。くっさいな、これは。一番欲しかったマヨネーブラを。たったったった。ナッツ投げ。あ、これはもうなんもないな。よし、連携攻撃ももちろん強いんですけど、なんか総合的なダメージでいうと単体攻撃の方が分がありそうな気がするんですよね。これだけで1300近く、1300もっと入ってますし、1300入ってない、1200ぐらい、1300近く入ってますし、1200ぐらいか。普通に連携して
例えば1500与えるよりかは1200と1000与えた方が強いかなって感じですね。な、アホな。スピードリング。惑わずの帽子。良さそう。これ混乱しないとかそういうことかな。良さそう。200のブラは外せへん。金のイヤリングはあんまり外したくないな。一応確認だけしておきましょうか。こっちか。ビネガーパンツって頭にかぶんの、これ。混乱防止。ああ、やっぱり。ビネガーパンツ頭にかぶんの？丸の頭にかぶしたくねえな。とりあえず勇者かぶるか。汚いけどね、ちょっと。とりあえずビネガーパンツかぶりました。また逃げてったっけ？わしは負ける。わしが負けたらまず、うわー、まあ、しまった。回復しといてよかった。わしが負けたら魔族の未来はどうなる？わしは負けるわけにはいかんのだ。あ、またこのパターンや。後ろのあれか。おい、ちょっと待って待って待って、どうした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 。うわ、混乱してもうてるやん。あかん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 。早く早く早く。早く早く、あれ？ビネガーパンツ勘弁してよ。ひょうひょうひょう。引っかかったな。違うの？アディオスアミーゴー。うん。まあでも、ある意味ラッキーでしたわ。ビネガーパンツは常に混乱か。参ったね。危ねえ。危ねえ、危ねえ。ロック帽子。ロック帽子、そこか。ちょい待ち。まず回復して。あれ、3択なんかな。3つ攻撃できるところがあったから。無駄無駄無駄。ジョジョか。貴様たちではわしは倒せん。いや、絶対多くのやつだと思うねんな。ニャンさん。お、ニャンさんが、スイッチ出た。そのスイッチは。懲りない人よね。どこ行った？もう終わり？終わり？イベントとしては終了したのかな？ソイソート2装備してみよう。ツバメの方が強いんちゃうかな？あ、ちょっと強い。でもツバメは素早さプラス3なんですよね。まあいっか。せっかく手に入れたから、ちょっと使ってみよう。よし。じゃあ次のイベントへ向かいたいと思います。ちょっと咳込ませてください。ちょっとマイク切ります。OK、 さあ行きます。ここやんね。ここやね。カエル連れてった方がいいんかな。まあ途中で交代できると思うんで、いいでしょう。怖っ。まあそうよね。
まあ戦うな。とりあえず軽めに。ナイトゴースト。あっと、物理が効かない。はい、じゃあ、サンダガで。ああ、強いね。うわ、強いな。マジか。マジですか。うわ、強ー。カチカチやが。これは効くかな。よし。怨念。うわ、最後に死ぬ時にやってくるのか。うわ、これ強いな。ここ強い。ちょっと待って、一回帰って回復してこよう。これだいぶ強いですね。 MP を相当使いそうな雰囲気。回復必須やな。ハブ。宿屋はなかったっけ。宿、宿。こういうとこもね、あの宝箱あったらもう回収していきたいんですけど。虹色の、何やったっけ、虹の貝殻みたいなやつも探さなあかんから、またあいつのとこ行かなあかんねやろね。なんかあのバウンティーハンター的な酒飲みのやつ、あいつが依頼されとったから、おそらく話は進んでるんでしょう。あいつに多分酒をおごって情報をまたもらうパターン。おったおったおった。一応話聞く。こいつ、よう勇者、俺は、おお、来た来た。虹色の貝殻の手がかりを見つけたぜ。しかし今度ばかりはやばい感じがするんだ。そうそう、こいつはあんたに預けとくぜ。コマの酒を手に入れた。なんで？もし俺が死んだら、俺の墓にこの酒をかけてくれよ。って縁起でもねえや。なるほど。なるほど。なるほど。わかった。大工道具が盗まれちまったら仕事になんねえよ、これじゃ。10年ぐらい前、この村の北にある廃墟に魔物が何か運び込んだらしいよ。宝物じゃないかっていう噂だけど。まあ、今から行きます。いらっしゃい。トマは、トマの墓にお酒を備えるっていう、今フラグが立ったと思うんですね、多分。で、そのトマの墓がある場所は多分未来。いやね、未来というかここから先の未来行くってことやと、やろうなと思うんですけどね。なんとなくそう推察されるような気はします。多分そういうことでしょう。これ魔法を全力でいかなあかんから MP 使いまくりますよ、これ。よし、はい、怨念。あった、宝箱。
ちょっと早くラス段行きたいんですけど、我慢して頑張ろう。まあこの辺で多分レベル上げていくのも大事な作業になるでしょうからね。これちょっと穴開いてるよ。スーパーエーテル、いや穴開いてんのよ。いけへん、え、いけへん、マジか。おお、え、しまったー、しまったー、これまずったー。調べたら出てきよったんですよね、今。ちょっと回復しとかないと怨念でいかれてまう可能性あるから。うわ、めっちゃ食らう。やめてー。あー、そうだよねー、やめてと言ったってやめてくれない。こたつ巻き届かない、マジか。しっぽたつ巻きは相当距離が近くないと無理なんかな。自分が歩み寄ってやるような攻撃じゃないってことや。なんかちょっとアイスガソードとか雷サミットとかやってみよう。おらー、どうなの。まああくまでもあれは物理攻撃というジャンルに入るということか。あ、間違えた、また雷神つきやってしまった。間違った。あ、大丈夫や。オッケー。ここが扉が開いたりしないかな。しない、何もないか、ないね。あ、この下があったりする、ないね、ないね。はい、こっちか。いや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 、こっちも穴、穴が、カエルを連れてこないとダメなんかな、やっぱ。カエル投入します。ここでカエルを投入。カエルを、で見せてイベント発生みたいなことかもしれない。カエルが俺なら飛べるぜ的な。おい、カエル。おい。違うか。もう一回言ってみます。カエルよ。全く反応を見せないですね。違うのかな。他の時代で行くしかないのかな。カエルよ。こうジャンプで飛び越えようぜ的な。ないな。おお、謎やね。特に何もいけそうなところはないですね。ないね。しょうがないな。これは、また時代、
別の時代で行くしかないのか。はい、じゃあ次、とりあえずこれ後で、次ね、中世のよみがえる森は砂の上にポツンとある家とコメントをいただいているので、中世のよみがえる家は、よみがえる森は砂の上にポツンとある、砂の上にポツンとある、どこでしょう。これか、これか。あ、確かにこれイベント特に発生してなかったですよね、未だに。ありがとうございます。ほい、サブロー軍との戦いでこの森に生えていた木々はほとんど失われてしまいました。サブロー軍強いもんな。歌手の小金沢くんとかおるんでしょうね、多分。森の緑を守るために木を植えているのですが、すぐに枯れてしまうのです。え、そんだけ。森の緑を守るために木を植えているのですぐに枯れてしまう。ヒントが少ねえな。この砂漠化した場所を緑化しないとダメってことか。ということは、時間的には戻る感じか。戻りすぎやろ。戻りすぎじゃない？難しいね。まあ、後回し。ちょっと平行してやっていきますんで。あとは、マールお父さんのこと気になってるから一度連れて帰ってあげてねと。はい。あ、ここも砂漠のまんまや。ね。やっぱ戻らなあかんねんわ。やっぱ古代かな。戻りすぎない気はすんねんけどな。とりあえずここ、お城行きましょう。お父さんに会いに行かせよう、マールを。マルディア様。来た、大臣。心配しましたぞ、マルディア様。マルディア様のお気持ち、この大臣よくわかりますぞ。国王は何よりも国を大事になさるお方。そう、あなた方の母君、アリーチェ王妃様が亡くなられた時も。母様が？いやいや、何でもありませぬ。お母さん死んだ？話してよ。申し上げにくいのですが、もともと病弱だったアリーチェ様の容態が急変した時です。最後に一目国王にお会いしたいとおっしゃっていたアリーチェ様ですが、国王はなんと、何してたん？国の仕事でお忙しいとはいえ、アリーチェ様のもとに来ず、幼いマルディア様が死ということもわからぬまま見守る中、アリーチェ様はお亡くなりになられたのです。いやはやあれでは国王がアリーチェ様を殺したも同然。結構ひどいこと言うな。おやおや、私としたことがお気にしませぬように、マルディア様。さあ、せっかく戻られたのです。国王のもとへお立ち寄りくだされ。マールの子供の時の話ね。めでたき千年祭でもあることだし、勇者はとりあえず執行猶予にしておけたのが王のご命令だ。まだ言うてんのか、お前らは。おう、マルディア。何しに戻った？この私に用などないはずだ。なんだその目は。お前が勝手に城を飛び出すからだぞ。そうかと思えば、そんな奇烈な輩を城に入れるなぞ。新丼屋でも始めるつもりか。やかましや、俺ら。なんてこと言うの、私の友達に。そのようなものが友達とは、ガルディア王家のご先祖様に申し訳が立たぬわ。父上は私よりも、母や、私や母様よりも大事なのね、このガルディア王国が。何？母様を殺したのは父上よ。出ていけ、二度と私の前に姿を現すでない。うわ、めっちゃ怒った。言われなくたって来ないわ。まあ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 、お前とは親でも子でもない、勝手にするがいい。なんでそんなことなんね。大臣狙い通りやんけ。おい、目にスピードカプセル詰まってるぞ。
こいつ悪いわ。おなんということでしょう。悪い悪いやつやわ。いやねあいつ、陰謀が、あいつの陰謀が着々と進んでる。これはあかんで、あかんですよ。ちょっとちゃんと話しとかなあかんよ。王はマルディア様のことでだいぶお悩みのご様子。一国の王ともなれば相談できるものもありますまい。そうやそうや、その通りやで。王はアリーゼ様が亡くなられてからマルディア様だけを大事にされていたのですよ。今更この私に用などないはずだ。いやー複雑やなおい。いや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 、どうなんこれ、ほっといていいの。あ、ここにある。これでもちょっと待って、修正で行ってから取った方がいいパターンのやつかもしれない。先に中世で行こう。中世行きましょうか。全然解決してないけど、これ大臣が絶対またなんかやらかしておるな、これ。そうですな、王のお好きなものでも持ってプレゼントしてはいかがです。王は最近、ハイパー星肉に目がなくておいでです。ね、ハイパー星肉って。ハイパー星肉。ハイパー星肉はどこにあったっけ？ホックさんに頼めばいいのかな？弁護士のピエールです。マルディアス様が強制られてから、国王はすっかり塞ぎ込んでしまい、私の話も聞いてくださり、王女誘拐の罪はなかったことと、時間かかりましたが、ようやっと使命を果たせました。それにしても大臣様の様子がおかしい。我々はその件に関して話し合っているんです。ああ、やっぱりおかしいねや。刑務所にいた兵たちは、大臣どの口利きで使用に来た者たちだ。大臣、明らか怪しいな。裁判で王様を焚きつけたのもおそらく大臣殿。刑務所の兵たちはどうにもいけすかなかった。時々俺たちを冷たい目で見やがった。まるで人間じゃない目つきでな。怪しいね。ドラゴン戦車を作るよう命じたり、あの頃から大臣殿は変わってしまった。ふむふむ。ハイパー星に行くは中世側かな。中世サイドの方かな。魔王討伐のためのためにフォックさんが作ってくれてたような気がする。ここにはないでしょうね。一応調べてみますけど、厨房に勝手に入っていくんじゃないよ。ハイパー星に行く？あ、遠い祖先が作ったらしいけど、値はレシピがわかんないね。今じゃパレポリの名物になってるよ。パレポリの名物になってるの？いや、すみませんな。このキッチンは女房が作ってるんですが、女房イン厨房なんてね。はい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 、ちょっと待って、ちょっと待って。よし、まあまず一回中世行ってみます。宝箱のこともあるし、一旦中世ワープしたいと思います。ちょっといろいろやることがあるんでね、並行してやっていきますよ。では移動お願いします。